五十嵐さん、こちらの作品面白いですね。そうですね、ゲーム、ね、ちょっと昔のゲームみたいな、うん、懐かしい感じがしましたね。これは中国の作品なんですけども、フォン・モンボーという、はい、あの中国の作家が書いたゲームオーバー、ゲームオーバー、はい、ゲームオーバー人民元という作品、1993年、はい、つまり89年の、うん、天安門事件が終わった後の作品なんですね、どのようにして見ていったらいいんですか？そうですね、9枚ありますよね、色でちょっと分かれてるんですけど、左の縦3枚、はい、真ん中の縦3枚と右の縦3枚っていう風に、ちょっと縦に見てみるとちょっと構造が分かります。縦に見るんですね、まあ、自由に見ていただいていいんですけど、どういうふうな仕組みになっているかを理解するにはその方が分かりやすいんですけど、上の左のところにまずピーさんとリーさんって、その、まあ、顔がありますよね、はい、でそれは農民のリーさんっていう意味なんですね。でそれで右のところにトラクターがあって、はい、まあ、そしてその下にストーン1って書いてありますね。で1つポイントを1ポイント持ってます、持ってる、はい、意味なんですね。でそいつ、そのリーさんがどうやって働いてるかっていうのがちょっと下の場面になってくるんですけど、まあ、いかにもこうゲームの一場面みたいな、ちょっとガタガタしたみたいになってますけど、でこうちょっと右上にあのカマのマークとか、はい、多分何かのポイントを持ってるんだと思うんですね。でその下に行くと、それが1円の人民元ですね。ゲームオーバー人民元っていうタイトルなので、うん、はい、1円に、まあ、その農民がなってるっていう風に、縦に見るとそういう風に見えます、はい、じゃあ次を見てみるとどうですか。真ん中は3人の農家、はい、労働者の人たちですね。でポイントがさっきストーン1だったけども、これストーンの10になってますね。もうちょっとその農民の人よりはポイントが多いですね、上になってますね。でこれで団結してこう3人の人たちがいますよね、はい、でそれでちょっと下に行くと、さっきは農村だったんだけども、今度都会の空間になってて、でこう高層ビルとか建ってそこで働いてますよね、とまたこの右の上にポイントがありますけど、カマとあとトンカチと、あと多分銃だと思うんですけど、さっきよりはもうちょっと力強い武器というか、まあ、持ってますよね。人数も一気に増えましたね、そうですね、はい、でそれがこの下にいて、それが人民元になると、まあ、漢字で書いてありますけど10円って書いてあって、さっきの農民は1円だったけども今度は10元に今なってるということですね。でその最後に一番右の列ですけど、今度見ると、はい、さっき鎌とかあったとか、今度星になって、本当ですね、星が4つ、で石もストーンって書いてあるのも100ですね。すごい多いですね。一番左の上にいるのが毛沢東ですね、はい、中国ってすぐそれで分かると思うんですけども、中国の政治家たちが、まあ、4人書かれてますね。でその下がトラックにその4人の顔が書いても旗が立たれてて、後ろにある建物が天安門ですね。でそれからその下に行くと、今度それは100元という、一番1元とは全然比べられない100倍の価値を持つ100元の紙幣になった政治家たちというのがここに描かれていますね。左上にマークみたいなのがありますね、はい、ありますね。何ですかこれは。音が出ないミュートのマークですよね。音が出ないっていうことは言いたいことも言えない、出ない、かもしれないですね。隣はどうですかね。巻き戻しのマークですよね、巻き戻ったらどこに行くんでしょうか。巻き戻ったら、農民、農民、団結してない、一人で働いている、言いたいことも言えない、団結したら言えるようになるかな。そしてこちらは、こちらは一時停止、一時停止ですね。一時停止してたらもうそこのまんまですよね、変わらない、ずっと、政治家はずっと政治家の権力を握ったままそこから変わらないかもしれない。いろいろなんかあのちょっとしたマークからいろんなことを想像させますよね。本当ですね、
でこう政治家も労働者もその農民も、うん、みんなここに描かれている中では、うん、一つのフォン・モンボーが作った一つのゲームの中の一つ一つのキャラクターというかコマに過ぎないっていうことなんですよね。だから現実世界では政治家がもちろん力を持ってるけども、うん、この彼が作ったゲームの中では同じような力しか持っていないゲームをやっている人に操られているっていう存在に、まあ、現実の社会をすごく皮肉を込めて描いたものなんですね。深いですね。中国のその時代の社会というのがよくわかる作品だと思います。